現在は、無事に退院と明かす。歌手で、タレントの鈴木亜美が11日、第3子が、RS ウイルス感染症で入院していたことを、自身の YouTube チャンネル、鈴木亜美のアミーゴ TV で、初告白した。出産から1ヶ月が経過し、出産から育児の近況を語った鈴木。初めての無痛分娩の感想や、産後のダメージ、家族の変化などを赤裸々に話した。そして、最近の大事件のトークでは、第3子が RS ウイルス感染症のため入院していたことを初告白。入院と聞いて、ショックで1日泣いていた、体の半分なくなったような感じと当時の心境を明かした。早めに病院へ行ったことで大事に至らず、高熱が出たり肺炎になることもなく無事に退院できたとのこと。話そうか迷っていたんですが、私も YouTube を見て励まされたので、私も伝えるべきだなってと語った。この YouTube 投稿に、ファンからは、姫ちゃんの入院大変でしたね想像しただけで、もらい泣きするところでした来月臨月なので、励みになりました。姫ちゃまが入院していたなんて、衝撃告白でした。娘さんの入院大変でしたね我が娘も、生後9ヶ月の時 RS ウイルスで入院しました。不安でいっぱいだったね、お疲れ様でしたなどのコメントが寄せられた。鈴木は2016年7月に7年下の一般人男性と結婚。17年1月に第一子となる長男を、その後20年2月には第二子となる次男を出産している。そして第三子となる長女を22年8月15日に出産していた。